番外に日本人住者とかですね、いろいろ調べられてるんですけども、まあ、聞かれるんですよね、どんなブログとか参照したらいいかと。まあ、テディさんとかね、結構もう18年かな、結構長くいらっしゃる方で、現地の方と結婚してますし、かなり詳しいですよね、タガログ語も、ネイティブレベルで。まあ、あとは僕も、サイトの方では情報発信してるので、この YouTube 以外もですね、いろいろ発信してるので見ていただくといいかなと思いますけども、なかなかですね、現地でサポートしてくれる日本人っていないんですよね。まあ、要はああいう南国でですね、のんびり暮らしてしまうとそんなにお金もかからず、まあ、ちょっとした稼ぎとか貯蓄で暮らせる人が結構多いので、必死に情報発信してる人とか現地サポートしてくれる人いないんですけれども、まあ、僕はそういったサービスもやってますので、まあ、やっぱり自分みたいな日本人移住者をどんどん増やしたいという思いがありますので、まあこういうサービスを利用していただくのがいいかなとは思いますね。まあ、マニラですね、家族と移住する場合にやっぱり一番気になるのが安全面ですよね。